えと受賞の知らせを受けて、えー、とベルネさんはあのどのようなお気持ちでしたでしょうか。あ作品で撮りたかったなみたいな。<laughs> <laughs> 大変嬉しかったです。<laughs> いろいろ思うところはありながら、もうやっぱり嬉しかった。そううです。す <laughs> 自分が受賞するっていうことも,ももちろん、 ありがたたいことだったんですけどあの地味な仕事だと思うんです漫画教育って。でそこにスポットライトが当たったっていうことの方が僕の手的なものとか裏技みたいなものをどんどん公開して作家さんの知識として分け与えるっていうのはどういった考え方だったんでしょうかね。 受け継がれていくんですけどもそのなぜこうなのかっていうことが分かってるのと分かってないのとではだいぶその作品へのこう影響が変わってくるので私のやり方を教えるんじゃなくてその作家さんの作品にフィットしたものをその一緒に探り当てることができるならそれを見つけてあげたい。 っていうかでそういう意味ではその新人の人の方がその探しにくいダンジョンにはまってることが多いのでそのあこのその自分が一度通ったことのあるダンジョンなのでここに隠し扉があるよ <laughs> っていうのは教えられるじゃないですかそういう意味ではその若い方の方によりその 自分が手助けできるこことととが多いなと思うことはあります即売会のフィールドっていうのはやっぱりそのいろんなことが試せるフィールドとあと趣味全開で漫画描けるっていうあの本当に誰にも頼まれないで描くので <laughs> 自分が自分が自分に読ませたいって描くようなもう本当にズブズブにその趣味の世界なのでその。 もうめっちゃ楽しいです。コミュニティアの作家へのワークショップっていうのは意識全然違うんですよ。拙い作品であれ、どんな作品であれ、その例えばもちろんエロスのそのジャンルの人の作品であれ、作品なんですね、作家の書いた作品として対峙して作品として読んで作品が こう,こうなりたいと訴えてくるものがあれば読者として読んで作家としてその漫画,画家きとしてアドバイスできることをアドバイスするっていう感じでその同人誌の作家さんがうまくなっていく優れた作家さんになっていくっていうことを見られる。 時に情熱を感じるんですね。すごく毎回すごく熱いです。それがその他のバトの大きな違いかなと思います。例えばあのプロの原稿を落として同人誌の原稿が上がるとかっていうことは自分の中ではごハットにしてました。入選順位はえっとその 大学とプロの仕事でだから展覧会とコミュニティアとワークショップは予歌の趣味の楽しみなのでそのみんなが温泉に行くように展覧会の絵を描きみんなが散歩に行くようにコミックワーク,ワークショップをしそのみんながバカンスをするように 同人誌の原稿を書いてるんです <laughs> そういうバランス <laughs> あの読み切り長編とかをとか連載とか自分の漫画でやっていた時も60ページぐらいの,その修羅場を抜けてぜいぜいハハって言って原稿を編集さんに渡して帰ってきてお風呂入ってで座って「さあ同人誌の原稿を書こう」って言って「<laughs> 趣味の時間だ」って言って原稿を広げるみたいなことって。 その若い頃からそういう感じだったですねあの。新人漫画家さんを取り巻く環境というのはこれからどう変わっていくとお考えかどうかっていうことですね。これから漫画界がどうなるかっていうことはそのものすごいパラダイムシフトの真っ最中なのでそのまず各くツールも変わりますし。 読むツールも変化している時にまずそれに対応できるその基礎力みたいなものをきちっとつけている人がその次の世代に行くだろうなとあのちゃんと仕事ができるんだろうなと思います。その今までで漫画ききちっと仕事をされてきた出版社の あの方たちがその漫画の行く末みたいなものをきちっと考えてその新人を育てたりあの漫画を書いてそれがちゃんと産業としてあのえどそれを読者に渡していくその作家が書いた作品が読者に渡るっていうその道筋 が、しっかりと、そのちゃんとした産業として成立する文化として、その文化産業として、その取り扱って、真剣に取り扱ってほしいっていう希望があります。どんなジャンルであっても、こう真剣に熱を持って書いていれば、こう、それが通じる世界っていうのが、そのクリエイティブとかアートの世界には絶対必要なんですよね。 熱が通じる世界、自分の情熱がちゃんとあの通用する世界、流通できる世界、それはその商業史が難しくてもコミティアがまだあるじゃないかって思える、でそういう意味ではそのコミティアの存在は欠かせないというか、本当に大きなチャンスの場所がある。 ので、本当に真剣に考えて、保っていかなくてはいけない。守っていかなくてはいけないところだと思っています。コミックワークショップは、腰が立つ間はやろうと思ってるんですけど。その、大学の先生ってすごく責任重大なものなので。その、自分が、えっと、もう一本ぐらい大きな作品を書くぐらいの余力を残して。あの、引退したいと。 思っているんですね、大学の仕事とかは。ただもう私自身今66歳なので残された時間はえっとこう有時間は無限ではないので有限だと思うのでで漫画を描くっていうのはすごくあの小澤先生もあのご承知の通りに時間のかかるものなので一本の作品を描くのにとても手間のかかるものではあるのでその あの自分のこれからって言ったらともかくその自分が作品を描く余力を残すそ,それまで今目の前にあることを一生懸命片付けるというかあのやっていくということが一番だなと思ってますあの。そろそろちゃんと健康に気をつけようと思っています。